本当の趣味は漫画を描くことだけど、それは内緒だ。また中学の時みたいになりたくないし。でも私は決めた。この高校生活を漫画に描こう。そうだな、タイトルはドラマチックハイスクール。4階建てか、いいだろう。ね、ここのバスケ部って強い？ああ、去年はいいところまで行ったらしいぞ。本当？よし頑張るぞ。ああ頑張れ。どう考えてもあなたはこちら側の人間ですね。私と仲良くしましょう。一緒にしないでください。奪い合うのではなく譲り合うような、そんな生徒としていてほしいと先生は思っています。花びらに秘密？私が高校で漫画描いてることは内緒なの。信長もゆを選ばれるとはお目またがい。阿部龍太郎先生がお好きなんですか？近所って好きな人とかいいの？ごめん。いや、そんな謝らんといてや。これからも友達でおろ。ぶっちゃけ両家のグループにいるの疲れちゃったかも。アズといる時の方が楽っていうか。そうなんだ。まあくつろいで行ってよ。ああ、もうかつくな。お前なんかと話すんじゃなかった。あれはこっちのセリフなんですけど。あ、貸してくれるの？ありがとう。え？ちょっと濡れる。記憶正しく映。何もこんなことする必要ないんですよ。だって、いや、私が嫌なんです。家とか関係ないじゃん。違う違う、何だ何だ、思い出やられたくよろしくね。告白されたんだと思ったんだけど。うめえ。これ全部お前が作ったのか？俺たちは成田君を止めに行こう。でも春が言ってる。成田君だから人数いた方がいいよ。 We are 誇り高き春風。